さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。ダンボール戦記バックブーストやりましょうか。さてね、タイニーオビト社の地下かなに、イノベーターたちがね、めちゃめちゃ攻め込んできたとこからです。さて、なんだ、戦車みたいなすっげーでっけえやつ。ガンタンク？何これ？ガッツマン。要塞戦車、バルドーマ。さあ、LBX の戦いに戦車を導入してきた。やばくね？無理じゃん。なんだよ。なあ。倒せって無理だよ。なあ、そっか、ちっちゃいから。いやでも普通にでかいでしょ。俺っちたちに任せろ。お、行くぞ。さあハンターハンターじゃねえ、ハッカーたち。え、いけんの？倒せんのこいつら。カ軍団が戦ってくれている。やるじゃん。俺たちも行かなきゃ。行くぞみんな。戦うの？バトル？え、無理でしょ。こちらレベル4研究室。ほう。イノベーターの LBX が研究室内に侵入してきた。なんで止めてんのに。こっちこちらの方に応援を頼む。マジ？エターナルサイクラーを守るんだ。なハッカーに任せるか。戦車は分かった、戻ります。うわー、マジかよ。帰るよ。上の階に戻れって言っても、あんなやつほっといたらビルそのものが壊されちゃう。大丈夫だ、僕がいる。あ、ジンくん、お前リニアモーターが止めてるから戦車ぐらい楽勝やな。分かる分かる。ジン頼むぞ、ジン。悠長に降りてくんな。当然、僕にも手伝わせてくれんだろ。バン君、君たちは上のフロアへ行ってくれ。わかった。そうしましょう。エターナルサイクラー守ろう。いや、アミとカズは上を守ってくれ。俺は、ここでジンと一緒に、あの化け物戦車を倒す。うわー、ちょっと熱いぞ、この展開。わかったわ、バン。行こう、カズ。おう、任せたぜ、ジン。ああ、引き受けよう。いいね。ジンともなんか仲良くなってくれて嬉しいね、みんなが。さて、プロトゼノン。え、その LBX？ そうだ。ついに完成した僕の LBX、ゼノンだ！プロトが取れた。待って待って、リニアモーターカーを止める出力を持ってるプロトゼノンを超えるってことは、戦車ワンパンじゃね？エクゾパンくん。さて、パーティー解散して、ジンがゲストとなった。ジンと一緒に、攻めていきましょうか。いや、今ね、バトルがすごい楽しいんですよ、このゲーム。俺、こういうバトル、実は大好きで、ガンダム系のゲームとかもね、俺、ガンダム見たことないんだけど、アニメとか。ガンダム VS ガンダムじゃねえわ、なんだっけ、今だったら、エクストリーム VS みたいな、ゲームセンターであるような、なんか、ああいうゲームとか結構好きで、いや、だから、そんな俺には、こういう、なんだろう、3D 空間で戦うゲームは大好物なわけよ。カスタムロボとかな、昔で言うと。大好きなわけで。まあ、おもろいわな。どうする？僕に考え。お、何ジン？奴の頭部を目指す。頭？わかった。頭部を？すげえ撃ってるけど銃機関無理でしょこれ。機関銃、機関銃。あぶない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 。よく避けた。ナイスダイタラ君。この弾幕じゃ簡単には近づけない。すごいことになってるよねこれ。撃ちすぎじゃん。キャタピラ？何？あそこだ。え、あれ？キャタピラの部分？あそこ登っていく？確かにあそこなら攻撃が手薄だ。そうか、足元がお留守だぜ。行くぞ。うわ、行くぜ。あの機銃に狙われてる。問題ない。パターンさえ見極めれば回避できる。任せて、分かった、避けるわ。行こう、ジン。よし、行くぜ。あー、ダメだ。デンジャー。危ないとこは出るんだで、危ないよって。よし、うらー、回転切り。そっち任せたよ、ジン。おら、パンチ。今見た？相当すげえコンボしたっしょ今俺。俺でもびっくり。いって、なんかバッチャーっしょ。ちょっと待って、ふざけんな今の。巻き込まれたってんだけど。よし、あいつやっつけて。お前でくフライヤーでく。敵は残ってる。よし、大丈夫かジン、生きてるか。よし、とりあえずこいつやっつけて武器入れ替えるか。よし、いけるぜ。くるるんくるるん、いいで。今のコンボやっぱ強えよな。そう、これで。うわっ、テンションゲージでない状態で泣くんじゃなかった。よし、終わり。さて、なんか動かなくなった。次だ。いいね、チャージアタックからなんかすごいコンボつなげるとね、すごいなんかダタダタダタって入る。ついてこい、パン君、行こう。おっ、ひょっ、ふっ、へっ。空飛びは速くないっすか。
リニアモーターカーに追いつくぐらいだから時速500キロは出るはずなんですよね。この LBX たち。ね、音速に近いマッハぐらい速度出ると思うんですけど。対 LBX 用の小型砲。なんだと？こんなものまであるなんて。なんでもありじゃねえか、壊すかあれ。バンク。お。あの小型砲台を破壊して。わかった。電磁バリアを解除しなければ先には。なんでも知ってるね、ジン君。やるしかない。突破するぞ。行くぞ。でもこういう時だったらジンの装備の方がいいのかもな。あのジンあほらあのハンマーみたいなやつ。めっちゃ強いじゃん火力。異次元強い。よし。ほら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 。くらえ。これだ。まだ壊れてない。やめて。いて。バン君、無理に砲撃を避けないようがいい。ガードを固めて一体ずつ確実に破壊しよう。オッケーオッケー。しっかりガードしてるよ俺は。よし、バリアがなくなった。先行こう。行け。バッテリーも意外とね、強化してるのでね、全然問題なさそう。よし。なんだよ、今の体めり込んでダメージ食らってんじゃねえか。よし。一体何が起こってるか分かんねえよ、これ。一個破壊、次。よし。壊すもんが多すぎる。おらおらおら、壊れない、まだ。まだ壊れない、こいつ。よし、壊れた。次。ジン。ここが最後のエリアだ。ああ、気を抜くだ。慎重に全てを破壊しよう。任して任して。めっちゃ数あるやん。じゃあこういう時はみんなどうすればいいかわかる？そうだよ。ジェットストライカーだわ。当たるんかな、ジェットストライカー。俺はおめえらをぶっ飛ばす。くらえ！ジェットストライカー！超必殺技。周り範囲全体攻撃？わかんねえ。いけ！うわ、すげえ！いっぱい攻撃した。よい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 よ。ジン任したぞ、そっちは。クソ、敵が多すぎる。あ、でも一発殴ったら壊れる。一発殴ったら壊れる。これジェットストライカーパワーだ、多分。キョン。体力半分くらい減らされた。待て待て待て。うわー、テンション切れる。いけ。これ全然壊れへん。肩、肩。痛い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 。勝てえな、お前、こいつ。よし。さあ、ラスト1個か？よし。おろろ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 、終わった。よし、最後のバリアが解除された。今のみたいに射撃の方が良かったかもな。この初戦行こう、バン君。まだあのなんか人と戦いたいな俺。人と、もっと強い強い LBX とね、ジンとこのただコンビ組めんだからね、めっちゃ強いやつ出てきてほしいわ、こんな時だから。何やった、頭部へ着いた。あれは何？でも LBX が守ってるわけじゃないんだろうな、多分。なんだ？どれだ？ん？やはり、コントロール端末だ。あ、これ止めれんの？なんでこんなとこにコントロール端末あんねん。目標識別システム。ほう。これか。緊急停止システム。お願い。わかったのか、ジン。お前すごいな。中学生だよな。なんか出てきた。でく。まだいたのか。どうしよう。バク、僕は今から、ほう。緊急停止システムのコードを解除する。わかった。その間。分かってる。ジンは俺が守る。行くぞ。熱い展開。背中はお前に預けたぞ。任しとけ。あーく、ゼノを殴んな。よし。待て待て。殴りすぎ、殴りすぎ、殴りすぎ。一発ぐらい。よし。待て待て待て、お前、お前ほんま。ええ加減にせ、ええ加減にせ、ええ加減、ええ加減にせ、ええ加減にせ、パンチ。ええ加減にせ、ええ加減にせ。ええ加減にせ、ええ加減にせ。ええ加減にせ、ええ加減にせ、ええ加減にせ、ええ加減にせ。よし。それだいぶ壊したよ。まだまだあんの？いいぞ、この調子。まだ続く？ジン、どこだ、行きそうか？ああ、命令系統の侵入に成功した。そのまま敵を引きつけてくれ。あ、まだ続くの？ねえ。クーパン君、援護を頼む。分かって分かって分かって。待て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 。殴んだ、ジンお前。よし。え、次。おらおら、さあ、ワンコンボでやっつけれんじゃん、頑張れば。いいね。おら、ドゥルン、これ、当たる回数が多すぎる。ちょ、待て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 。やめろやめろやめろ。あ、なに？止まったんだけど。アタックファンクション。よし。おらおら、早く落ちろ。待て待て。お前、ゼノン殴んじゃねえ、そんなに。ゼノン、身体生きてる？まだある？もうきついよ、結構。全部体力半分だったからね。
みんなでも 俺を無視して全部バカ殴ってるの当たり前だけど、なんか出てきた、でかそう、強そう。もう少しだ、頼む。このプロテクトが解除できれば緊急停止システムが作動するはずだ。誰か援軍組んで、この流れ、指一本触れさせ、この流れ援軍組んで、援軍、あ、来ない、戦う、いけ、ゼノ体力減ったままじゃんけ、おらおら、まだいるか敵、来た来た来た、おらおら、アタックファンクションいけ、うえー、当たりや、ほら、よいしょ、全部破壊、いいぞ、え、めっちゃ火力高い、ソードサイクロン、また来た、ゼノ、おら、うわ、余計な、お前いて、1しか食らわねえ、バルト、よし、くっそ、こいつおとりだな、マジ、俺を話すな、バン君、半分まで解除できた、もう少し耐えてくれ、いやもう結構きついっす、きついっす、マジ、銃撃ってくるやつ、銃撃ってくる陰キャばっかなんすよ、なんか銃ばっかする陰キャマン、ほんま陰キャマン映画にせよお前。よし、陰キャマンマジで映画にせよお前。よし、またまだ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 、もう少しもう少し、これが最終プロテクト、間に合え、ほんと間に合って、頼むよ、また来るまた来る、あ、間に合った、ちょっと今の焦った、俺ドキドキした、どうや、ああ、なんか動かなくなった、まさか、やるじゃん、え、この戦車の付属品なの、あいつらも、あの機体も、わかんねえ、でもよかった、ガコンガコン、かっけえ、やっぱりお前はすごいよ、お前イケメンやわ、やっぱ体もねえ、中身も全部イケメンだわお前。え、レベル41まで上がったんだけど、39から上がりすぎちゃうか、うん、いろいろ上がりすぎ、え、なんか嬉しいね、やっぱこれ俺が頑張ったことやからやろな、照れるわ、どや、すごい子供たちだ、たった2人で大型武装戦車を止めるとは、こっちどう、大丈夫、サンプルユニット完成しました、よし、持って逃げるぞ。いや逃げちゃダメだよ、エターナルサイクルはついに完成した、よかった、ありがとう、ついにやったか社長、これで地殻動発電止めることができますね、なんか誰か来たぞ、足音聞こえた、おうおう、君か、おめでとう、やったな、ああ、ありがとう、大丈夫、本当誰か裏切るんじゃん、この展開大丈夫。兄さん言ってくれ、評議会に、あ、大丈夫、もしかして、ああ、わかった、あの子たちには負けないからな、え、なんか、え、よかった、優しい世界、拓也、戻ったら、ゆっくり話をしよう、あとは任せた、ん、さあ、こんな平穏なまま終わるわけもなく、デブチおじさん、こいつあれだよね、カイドウのとこにいたやつだっけ、確か、あんま覚えてないけど、デブチおじさん登場、で、大丈夫、カズとアミちゃん頑張ってくれたの、ジーナイス、すごいな、俺たちであんな怪物を倒すなんて、でもやっぱやってくれ、ジンだよな、ああ基本的に、僕も一人だったらあいつは倒せなかった、いや二人いたから、君の LBX だ、やっぱオーディン強いもんな。あ、返してくれた、ありがとう、霧島さん、ん、出た、デブチおじさんだっけ、霧島さんが、霧島さん、ここまでだ、んそのケースをこちらに渡すんだ、あ、こっちはこいつ、霧島さんで、あれか、デブチおじさん、そこをどけー、あなたは自分が何をしているのか、なんで奪われてんの、いつの間にか、強化ダンボール作った人だっけ、ごめん、あんま覚えてないわ、なんか、あー、ちょっと、いや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 、ゼドーン、マジけ、嘘やん、霧島さん、お前何してくれてんの、私を助けたというのか、宇崎雄介、
なぜだ。私を助ける理由がどこにある。お前に復讐しようとしたこの私をどうして。なんか逆恨みちゃうか、やっぱお前の。兄さんはエターナルサイクロン奪われたどうすんだ。マジで本当護衛もつけていかんかったのかお前は。そもそもなあユウスケ、エターナルサイクロンはどうするんだよ。本当だよ。くそ、救急車はまだか。呼んでる今。もうすぐです。間もなく到着します。早くして早くして。兄さん、これもおじいさま。吉光さんやばないっすか。ああ、イノベーター止めなきゃ。おい、バン君。ん？バン君、大丈夫か。え、バン君、バン君どうしたの。バン君、人の死を見て変になっちゃった。宇崎社長が死んだ。マジ？でもあの時の俺は目の前の出来事がどうしても本当のこととは思えなかったんだ。実はアンドロイドだった。そんな展開の方がいいわ、むしろ。え、あ、このイラスト悲しい。そん、マジ？え？ちょ、皆さん、ちょっと今日ここまでで。ゆうすけ、マジか。また次の動画でお会いしましょう。